皆さんこんにちは、淡井圭介です。2023年11月23日17時にちょっとこれ本当にいろんな意味でそうだ、これ本当に本当ですか。もう点数見ただけでもう大爆笑して、もう笑い止まらなくなったんですけども、13対12。これ、どんなサッカーしてたんですか。韓国サッカーの地上、韓国40年ぶりオリンピック出場を逃すインドネシアに PK 戦負け、屈辱の、変えてることめちゃくちゃやし。PK 負けた13対1 一応検索ワードこの文字を打ち込んだら出てくるはずですよ。ちょっとだけアクセスしてみましょうか。バグ開いてた、困ります。まあまあその辺のところは大丈夫なはずだと思いますよ。内容を見ながらこれ説明したいですけど、これ、ね、他の日本の試合でも4対1で、これだいぶ前の話ですけども、日本対ドイツなんか圧巻の 2A で、強豪ドイツ代表4対1でとか、なんか2ヶ月前の動画なんですけども、これ2020、よく見た2020、2ヶ月前の動画と言いながらやっぱり去年のやつでしょ。なんたる屈辱、自分たちが恥さらせる勘違いまで誘発して、さも2ヶ月前に試合があったかのようにドイツと親善試合変な動画の出しこういうのすぐ上げないと、以前すぐ上げてたでしょ、動画公開してたでしょ。もう結果出た後なんだから、そんなに対してお金どうこうの話とかじゃないでしょ。テレビで放送して新聞でも出回って、で地上波ただなんだしNHK 料金払ってますからでしょ。ちょっとこの13対10 そのコメント欄見た。その後インドネシアもギニアに負けて、まあ、あのインドネシアさんの方が13点で韓国は12点なんですけども、その後インドネシアもギニアに負けて結局オリンピック出られずっていうコメント一番上のその次のコメント、平和なオリンピックになりそうだその次のコメント、屈辱、相手を褒めたたえることができないのかね、だからスポーツマンシップが生まれてこないのか、日本のことや書き込んでる、それとか自分で自分のこと言ってるようにしか見えない、これはこれ大体ね、こういうようなコメントとか記事書いてる人って自分が言ってる本人がまず当てはまるっていうことに気がついた方がいい。だからまあ大体これでその方向性で言ったら、みんなこう自分がどういうふうに見られたらちょっと困るなみたいなところで綺麗なコメント書くようになるだから実名の方がいいっていうことになるんですよまあね、いろんなコメントありますけども、日付入れろっての、まあ飯うまだからいいかってまあちょっともうどうでもよくなってきてるけども、一応そこ踏ん張ってこれぐらいのコメント書いて
警鐘を鳴らしとこうかと。まあそういう人だと思いますけども。ラグビーの強豪国同士が戦った後のスコアで驚いたかも。その次のコメント、いつの試合だよ、5日前。22時間前、サッカー13対12ってどういうことって思ってたから、PK 戦だったのね。笑い。こっちからしたら。PK 戦13対1。どれだけ引っ張ったのっていう、スポーツの勝ち負けの担当者、そんなに点が取れなかったのか、なんだったのか。僕も悩みました。勝ったら睡眠不足にさせられるのか、負けたら睡眠不足にさせられるのか。僕もよく分かんないんです、その辺のところ、本当に。サッカーしてくれ、頼むからっていう、まあこの人はどういうことなんでしょうね、何が言いたかったんでしょうね、どっからどこまで知ってるかによってこのコメントの意味 だいぶ変わってくると思います。どれだけ点取り合戦してるんだ、サムネ見た時一瞬野球かと思った。みんな絶対こうだと思うんですよ、見出し13対10。5日前、カンフーサッカ ー、その次のコメント、6日前、今年4月の話ですんや。でしょ？もうあんまり耐えれないバカバカしい話になってきた。みんな言葉崩してしまうでしょ？もうこれ、いずれの話ですよ、本当に。14時間前、おめでとうございます。よくわからん。本当に最後何リーグで得点したのかとかよくわからないですね。10時間前荒れてるね、てんてんてんって、何が荒れてるのかよくわかんない。じゃあこれ選手の方などちらの理由で睡眠不足にさせられてるわからない。その選手の人たちがね、日本代表の選手の人たちとかが、どんなことを水面下で話してるかね。一回世間にちゃんと公開した方がいい。それだったら世界側とか、それだったら日本側って、どちら側の人に睡眠不足にさせられてるか。そのスタジアムの建設費用とかの話でね、あとエネルギーの残存量問題。本当に。10時間前、あれだ、次回はより一層レーザーポインター攻撃を増やす方向でパワーアップしてくるでしょ。この間の日本のサッカーの試合で、レーザーポイント当てられてたでしょ。あれ多分合成グラフィックだと思います。レーザーポイントはね、顔のこれぐらいの大きさでこう緑色の子を当てられてるんですけども、あれ多分合成グラフィックでしょ。現場で、ね、あんな強烈な途中で通過してるところなんか見えてないでしょ皆さん。だって本当にレーザーその場で当てるんだったら、途中でこう当ててるところのその線になってるところ見えるはずだから、レーザーポイントって言って、キーパーの、今の日本のキーパーの方が、まあ、ハーフっぽいお名前の方じゃないですか。で、もう一人の人は、まあ、どうなのか、誰が当てられてたかも忘れましたけども、名前なのか何なのか、よくわかんないんですけども、なんか、それでね、何だったのか、僕もよくわからないんですけども、まあまあ、その次の試合でしたっけ、なんか、7対0で勝ってる試合がここ喫緊であったみたいですけども、まあそれに関して、僕は直接テレビに見ないで取り組んでる方の試合、そのコンピューターの音のような気がするんですよ。綺麗に得点してるのは髪の毛染めてない人なんですよ、ちゃんと法律通り。
で、髪の毛染めてる人は、相手選手に絶対当たってるんですよ。ちょこちょこね、未来の時間軸からの声掛けで、7対0で勝てるわって。で、それプラスね、な、やっぱり髪の毛染めてない人しか、ちゃんと得点できてないやろって、髪の毛染めてる人間の人のシュートをな、オンゴールやろ。不良型だから相手のせいにしよう。ちゃんと YouTube の短編集だったら、あの時間短くしてくれてるから、それで確認したい。言わんごいわんごい。ほんまや、相手ディフェンダーに当たって、ゴール入ってるわって、キーパーの手に当たってゴール入ってる。全部分かって見てたら、笑わへん方がどうかしてる。笑わない人の方がどうかしてます。あんまりね、正しい言葉を使うと、まあ笑いが収まるんですけど、あ、ダメだ、収まらなくなってきた。正しい一部分ね、相手ディフェンダーの、あの、かかとでヒールキックした時のゴールあったでしょ、あれ。相手選手、アシスタントとしてもらいました。昔なんかありませんでした。ワンアシスト、オンゴール。あれヒールで蹴りに行ってる割には、ゴールの枠の外に出してる、出そうとしてヒールキックしてるように見えないんですよ。ちょっと角度変えて自分の国のキーパー困らせたろうか。知らないですよ。あの、僕の、あの、聞いてた話では、2位がどう、今、グループリーグ第何時でしたっけ？いや、僕これね、あの、最初に方に始まったのが第1次グループリーグ、その次第2次グループリーグ、第3次グループリーグの順番だったと思うんですが、これ、第3次、第2次、第1次だったかな、これ、上と下の字。皆さんけど、ありません、そういうことって。久しぶりに見たら。あれ、3次が上だって、だったっけ？ 3 次が下だったっけ？ワンピースのゾロとサンジ、俺が上、いや俺が上、そこも完全に僕始まりでスタートしますから。もうその頃から、あの、最近 YouTube で知ったんですけども、昔僕が言ってたね、あの、海軍三大将の青生地の人は、あのままの姿、フルーツアパークのバーベキューコーナー、すでに1997年か8年か9年、それぐらいの頃に来てるから。先に大将が会いに来た。もう設定最初がだいぶ出来上がってってスタートしてるんですよ。あんまりそこまで分かってたら、大将出てくるまで何年かかってるんや。本当に出てくるんか。それ忘れて、主演者さんも疑われる。またテレビ局お得意の嘘か。そうなるから。気がついていつにか歌歌ってましたけど、あれ、あの、海の歌。映画でも確か聞いたことあると思うんですけども、動画で青木さんが歌ってるんですけど。エンディングの何かのワンピースのシリーズで歌ってたと思うんですけども、一応これコラボで言ってるんですけど。
あれ、青木地さんって歌手の人でしたっけ？体はだいぶ鍛えてるの見たんですよ、動画で。ただし、その状態をずっとキープしようと思ったら、どちらかというとアスリートですよね。が、極度の力仕事をしていて、プラスアルファで、腹筋も鍛えとくわみたいな形で。その時の体を見る限り、だ、まあ、だいぶ体脂肪率は気にされてるなと。まあ、そういう風に抜けられました。まあまあ僕も体鍛えていたことがある方ですから、あれなんですけど、ただし、いろんな動画見たんですけど、あの動画もいろいろ、それ見た時の僕はツッコミワードを思い出さないよ。他のあの、なんか、他の大将とか、ガープ中将も出てきてませんでしたっけ？ごめんなさい。サッカーの話とあのワンピースの話、なんか十字架みたいなの持ってます。まあまあ、あの、もう何十年も前ですけども、ここ近で言うと、エヴァンゲリオンの相手が爆発して、十字架になって光るのって。そんなアホ。いろいろ気づいてる人ね、あれ大真面目に見れます。絶対途中で笑っちゃうでしょ。イエス・キリストの話で本当に13人目がいたかどうかわからないっていう話あるし、時計1時から10日ぐるっと回る時計の、それを13日って言い始めて、13人目の使徒が現れた。じゃあ次14時15時16時0時00まではずっと数字続いていくけども、 AM PM の話とか混ぜたらこれどうなる。イエスとキリストらしき人物をこうやってこう、なんかこう考え、わかりますよ。その当時の国は、そんな新幹線とか、ましてや、電車もなければ、バスもない、車もない、ない、ない、尽くした。馬、馬連れて旅行、馬に飯くれ言われますよ。その辺の草は食い始めた。逆に前へ進みませんよ。前島いそかさん、前島いそかさん、あの、もうその名前も今考えたら決めちゃうかなって思うんですけども、ごめんなさいね、言葉崩して。その郵便局の人でね、昔走って郵便配達してたんですよ、うん、手紙とかを。だからそれをリレー、各都道府県とかでリレーして、ちゃんと駅伝って書いてるでしょ。これぐらいの距離は頑張りましょう。帰り帰ってくることも考えとかなあかんてっていうぐらいがあるから。もうだいぶふざけた昔のね、あの、その話を全然しないままね、ドラマ作ってた子連れ狼とかいうわけでもわかんない侍のあの映画というかドラマ、幼児虐待、子供を乗せてる馬車のその髪型、こことこの辺しか髪の毛生えてなくなると頭丸めて、しかも馬車のような木の箱で、で歌ってる歌いな、シトシトピッチャーシトピッチャー。本当の話知った。絶対泣いたいつ、時計が10時か13時にそんな時間作った。昔の人もすることあんまりなかったから、あの、特に娯楽の分野が、だからくだらない作り話
あいつこの話、どっからどこまで信じる。本当。なぜそうなるかって言ったら、最初どれだけ真面目な話作っても、昔の世界ではテレビとかラジオとかはなかったんです。だから今もテレビでもフェイクニュースを放送してるでしょ、平気でもう開き直って。昔からそうだったんです。もう嘘をもう大々的に方向世間に広めていて、で、昔はね、良心的な人たちが頑張ってせめて働いてる人たちの労働問題ぐらいは保障してあげなきゃっていうことで、広告とかでね、むちゃくちゃな価格で買わされたりだとか、ちょっと僕もホテルマンとしてこの金額どうかなって心当たりはあるんですけど、それでちょいちょい他の動画でも本当のこと言ったりしてるんですけども、高いね、ワインだとか、シャンパンだとか、まあまあ、まあ、ウイスキーとかも正直に記載してる方ですけどね。何十年もの。蔵で寝かせていたから、固定資産税とかかかってるから、値段これくらいになってしまいます。人によって味がどうこうっていう話も聞いたことあるんですけども、基本的にもう時代が違うんですよ。バイオエタノールに変えておかなきゃなんないか、ウイスキーなんか作って倍じゃないっていう話で。エネルギーの残存量問題で第一次世界大戦も第二次世界大戦も始まったって僕は力説してましたけど、ごめんなさい、その戦争も最初からフェイクニュースだった可能性あります。オリンピックの歴史を見たら1800年代の結構ある程度の年代なんですよ、後ろの方じゃなくて。でオリンピックができて、その最初14カ国ぐらいで、で4年に1回だったでしょ。で、何回か開いた時に、第一次世界大戦が始まったことにしてオリンピック一回解体させられてるんですよ。で、そこでウラン鉱とかを見つけて原発ができるだろうどうこうみたいな話をして、話を振り出しに戻して、オリンピックを再開して、で、第二次世界大戦の話があるんですけども、今、六法全書でもう一回探してるんですよ。第二次世界大戦に関する内容をもう一回。昔確か見た時に、第二次世界大戦によるどうこうっていうその内容、これ記憶違いだったらちょっと申し訳ないんですけども、第二次世界大戦に関する嘘がどうこうみたいな、そんな話見たことありません。条約か何かで。それね、一応今、六法全書の、条約のところを広げて、もう一から全部条約の調べ直し。これ、平成31年度版です。で、これピント合ってます。平成20年度の六法全書。六法全書は最初、茶色なんですよ。どちらかというと、髪の毛染めてる色って、大体茶色とか多いじゃないですか。ヤンキー。ヤンキー型だったって。こんな量覚えられへんって、これから先本当は現行法規、現代日本法規って、それプラス判例があるから、これ見たら絶対失敗するからっていうことを、弁護士さんとかに教えられる。僕も引っかかりました。この間、総理決める時の国会の投票で、六法全書には何って書いてあるかって言ったら、総理は天皇陛下の任命で決まるって書いてるんですよ。で、それだけを見たら、投票をしないで天皇陛下がこう任命するんだって思うじゃないですか、普通。だけど天皇陛下も、そちらが誰かがいいか決めてください。任命責任、だから投票者に任命責任を背負わせて、それで決めましたっていう形にしてるっていう形なんですよ。どんな人が総理になるかわからないから。で、これはね、手に負える話と手に負えない話っていうところで、結局、そんなにいろんな話、こっちに持ってこられても、こっちも天皇陛下は一人や。こっちも人間やが忘れるときは忘れるか。歴代の天皇陛下は叫んでますから、ああ見られてるな、聞こえてきてるっていうまあこれは灰色になってるのはまだ宝永福は黒色なんですけども、六法全書ぐらいは昔から僕言ってたんですよ。バンドで一番売れたのはグレイっていう皆さんじゃないですか。で、歴代の通算で見るとですよ。で、だから、
グレイの皆さん の, そのバンド名の由来は黒でも白でもなく間の灰色ですっていうことなんですよ。だからそれと同じで裁判官も中立として、灰色がちょうどいいんじゃないかということで灰色の 4F がいいっていうことを言っていて、一応裁判所にそれも提出してるんですよ。だけども何の音沙汰もなし。あ、話ちょっとだいぶ逸れたんですけども、ちょっとね、サッカーの得点が13対10 ごめんなさいね、こんなにくだらない話で。まだ何か面白い動画あったら見つけてみます。以上です。皆さん長い間ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と着信通知の設定よろしくお願いします。これね、ホームページの淡井圭介の履歴の一番から、大体の動画、聞き上げたもので見れるようにしてるんですけども、大体作業とか追いつかなくて、一番から 見れなくなったりとかしてるんですね。で、基本的に着信通知で、多くの人は見られてる。まあまあ、あんまり多くないんですけど。見てくれてる人が。ですが、まあ、先ほど公開した動画、撮影した時間帯と、あ、淡井さん、今、17時46分って言ってるけど、ああ、先ほどの動画があれぐらいの時間帯に撮影して公開したから、ああ、まあ、作業時間とか考えて、ああ、そういうことなんだっていうこと。ご理解していただけたらと思います。その内容の方です。内容の方。もう答えを僕も分かんなくなったんですよ。どうすれば解決できるのか。結婚問題の話もそうですけども、河川水門回避式弾発電、エネルギーの残存の問題、もう中途半端なままで終わる可能性があります。最悪、僕も今までの歴代の人の総理たちがしてきたように。僕たちはここからここまでのことはしたって、もう次の世代はここからここまでのこと頑張ってって、もう答えをこれしたらいいからって、もう答えまで出してるから。もうあとは自分たち頑張って。僕ももうみんなに協力してもらえない方だったから、もう僕も本当はそういう状態、本当にもしかしたら自民党の人が電気ガスの補助金に関して3万円の支給、足らない僕の裁判所への経費だったら3万5千円はかかってるから、途中からもう裁判の雰囲気、空気感じて、あ、もうこれま、あ、もう棄却されるな、で、訴訟費用原告持ちにされるなって思ったから、だから、途中から、言ってないだけで、3万5千はもう超えてます、絶対間違いなく。だからもうテレビ局関係のことに関してすぐに棄却されるのか。だから原告、だから被害者側が報われない話にしかならないですから、その話でテレビ撮りました。国会議員に対しては、これもうそれは公にその理由とか公開、もしかしたら公開してましたっけ、公開してなかったら後で国会議員になって、まあ、天下りのケースでも、もともと国会議員してた人が、もしくは国会議員しながら、NHK の会長とかしたところで、そんなことになってたのになりますよ、いつものパターンみたい。ずっとそれですから、本当に。で、この人はどうなったのって、ほったらかしにされてます。どれぐらい頑張ったのっていう話。ものすごい頑張りましたよ、本当に。何のために消費原理があるのか全然わかんない、本当に。政府がずっと暴走してるだけ。エヴァンゲリオンの初号機。これも僕が言ったかもしれない。僕が主人公、碇シンジ君だったとしたら。止まれ。政府の暴走。もうあれだけスタジアム作るなって言ってたのに、東京オリンピック開いたでしょ？で、あれだけもう新しい水泳するところなんかいらないって、今あるところでもうガラガラなんだ。
もうやめとけってあれだけ言ってるのに、もう新しくもだ再築とか補強とかもしなくていいから、もう老朽化で潰れてくれた方がいいんです、これの方が本当に。夏場だけ海行って泳いだいいじゃないって、そんなものって海に近い人が別に誰がないんでもその人が儲かるだけの話やねんから。僕頭の中とか提供してきた僕は全然助けられてない。阪神淡路大震災の家屋全壊のもの、もう27年間も引っ張られてるんですよ本当に。滞納ちゃんと民法に書かれてますから、あらかじめ利益は永久的に放棄することができないって書いてるんです。年金利の利息と元本の組み込みあるんですよ、わかります？それね、もともとの数字が例えば1万円だったとしたら、10年間ぐらいで 1.5 倍にはなります。そこから先の元本の組み込みの数字、元ね聞いた時に20年と30年の先の話の金額聞いたらびっくりしますよ、びっくりしますよ。あ、これが解放権かって。これね、宇宙に飛び立たんようにそのエネルギーの残存量問題でね、勝手にロケットとか飛ばされこの海洋圏で本当は元本の組み込みと利息の金利やけどこれね、冥王星までいけないしといた。もともとそれがその代わりの話がセイントセイヤで冥王母です、住んでるわけない。冥王母です、冥王星住所戸籍謄本住民票なんなら法務局か探して、法人登記簿とか遺言書の預かるところ探し見ます、冥王だけに。父は何にも答えてくれませんよ、期待も何にも、期待って液体とかね、期待、うん、同じ言葉聞いたことあるでしょ、何も土とか期待はって、名誉はって。そんなところ人誰も住んでへんか、そんなに嘘が大きかった、黒いクロスまとませといた、ね、ここでも一応言っときましょうか、セイントセイヤのあのゴールドセイントの設定、一つ目のね、あの第一の旧大牛座 あのアルデバランっていう人がね、初代 あの初代っていうか 初代一番最初の先生は昔の話と後から昔の話出される。一番最初のゴールドセイントが大牛座のゴールドセイントか誰か、もう 僕としてはもうアルデバランっていうことにしてほしい。そこも法律込みでね、もともと話決まってるんですよ。あのね、スペインの闘牛士を見た時に、みんな子供の頃はこうひらりひらりとね、こう赤いマントをこうひらひらさせて牛を怒らせて挑発行為でかわしておいて昔検査しよったんですよ。でたまにやられてたでしょ、闘牛士が牛あいつ動物愛護法知っとんかいってあと電波の話も教えといたりって正当防衛丸一丸に人間が牛さんに使用し始めたと思って、ちゃんとそこまで話した電波のことそこまで分かる人と、あと正当防衛丸一丸二の話、第三者にも使えるんですよ、民法の方はね。刑法の方は違いますよ、38条の方は。なんかそれたまに、あの他の法律はね、上移動するときは移動するから、放送法の平成20年の六法全書の放送法の第6条の2が防災に関する法律なんですね。まあ放送に関する内容のものが記載されてるんですよ。それがね、平成31年度の六法全書になったら108条まで移動していて無理やん、こんな世界って。こんな高いもんしょっちゅう毎年買わされてて、こんなもん毎年買ってたら家の中どうなるか分かります？一応まあこれ筋トレにはなりますよそこそこもなんかよかったって、バーソロミュークマワンピースの、
最近の話で、あのサタン星をね、あのげんこつであの殴ってサタン星吹っ飛ばされてるんでしょ。最初登場してたとバーソロミオクマってこうなんか六方戦車みたいな持ってたでしょ。どうしよう、六方戦車で殴ってたの。こんなにたくさん法律、次から次から後から後から作って余計ややこしくして、本当は法律の世界でそうなんです、少ない法律の方が良かったんです、みんなあんまりもういろんなことで悩まなくて済むから、結局売り上げあるかないかの話やんかっていう話になるから、倒産あるとこ見たら分かるじゃないですか。もしサタン星を殴るとき六方戦車、僕最初から言ってたんですよ、六本選手をワンツー持たせとく、ちゃんと見えるようにワンとツーって書いとかんかった。もうね、あの決闘に関する法律なんですけども、それに関してはもうだいぶ前から禁止されてるから、なぜボクシングとか K1 とかライジンとかが捕まらないのか分かんないんですよ。捕まるときは捕まってるし、まあ、僕からのあれでね、そのちょっと一回はリング報酬してますから、もう忘れました、どこの団体だったか。だから本当は現行法規、現代日本法規の内容まで詰めると、あとまあまあそれでワンツースリーなんですよ、ボクシングとかでワンツースリーが綺麗に入ったときあれでしょ。あれは現代法規とか現代日本法規までたどり着いた話とかは、ね、ありますし、それだけじゃ足らないんです。東京都政六法っていうものがあって、各ここの六法全書の中のワンツーの中に記載されている内容で、各政令指定都市は東京都政六法の内容に従わなきゃならないっていう内容になってるんです。じゃあこれワンツースリー法やけど、あの人判例六法まで手に入れてるけど、6まであんのって、 そんなの全部クリーンヒットしたらその人どうなあの人最初の1で終わらせるときある。まあ井上尚弥選手で表現しましたけどね、最初のあの第1ラウンド一発目のクリーンヒットで、1回目のダウンで1ラウンド目で終わらせるって、まあ、たまにね、日本の、ボクシング界のチャンピオンとかはね、そういうことしてますけども、僕が知る限りでは、他の法律でね、世界的な国際条約でオリンピックに関する条約があるから、これも国会の人たちも同じ意見なんですよ。オリンピックに関する国際条約があるから、そこでボクシングが競技として認められているから、スポーツ振興法の中でスポーツっていうカテゴリーになって、どう見ても形決闘でしょ。誰かの頭の中借りたりとか渡してもらったりとかプラスアルファしてもらったりしてるから、だから決闘じゃないっていうことになってますっていう、だから天の神様への安全のお祈りでしたっていうようなね、もうこんなむちゃくちゃな話どないしましょうっていう、もう決闘法禁止したのにまだボクシングしよる。まだ足で人蹴っとるわ。でそういうのは警察官って、そんなの犯人捕まえるときどういうふうに説得するんだって、お前ちょっとや殴るんやめとけって言って、後からボソボソっと、いやもう後でバレたらあれやから先に言うとくけども、俺も若い頃人殴って金稼いどった方やねん。ちゃんと自分のことをね、元プロボクサーとか元 K1 とかそういうことちゃんと言ってなかったら、そのワードだけで終わらせたら、この人なんか殴り合わせとか、地下のこうアンダーグラウンド的な組織のね、公式的な内容じゃないところで、この人やばいと、ここにもおったヤバい警察官がっていう、昔一般人が叫んでた映像とか見たことあります？あれ結構あるんですよ。ちゃんと自分のことを名乗らなかったらもうそれでいいっていうことになってるって、国会でもそういうことになってるって、これが公益通報法は正しい使い方やっていうね、それでちゃんと言いよるわ、法律のことについてどう思いますって、これどうせみんなで何回話し合っても、先の生きてきた人たちが作ったものだからみんな結論用出され
よく分かってる人に聞いてみようっていう話でね、もうこんなこと最初から分かりきっと説得力がなさすぎ初めの一歩いつまでたってもリングにカムバックしないの一応髪の毛は生えてきましたけど今コンペ面白い方向性からの話をさせようとしてね髪の毛から生えてきたいう言葉をね、とある女性アナウンサーの声で言ってきてるんですいや最初髪がかり的な力で髪の毛伸びるの止めてる方が立ちゃうか一回僕もそれやられてね3ヶ月か半年ぐらい髪の毛伸びてこなかった伸びなかった時期あるんですよ。これぐらいの髪の毛の長さでずっと止まりっぱなし、完全に栄養不足死にかけです本当に。どこで働いていたか、週は株式会社の北神戸店です。以上、皆さん、長い間ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録着信通知の設定よろしくお願いいたします。そう、もう一度アルデバランの話、セイントセイヤの話ちょっと忘れてましたんです5人がかりでセイントセイヤのあのグループ最初人数バラバラになっていたでしょ。あれ1対最低1対1にせんかったらみんな気づくから、この集団暴行主人公側に非があるって。これ一応教皇がいて、社会的地位の高い人がね、国家元首みたいな人がいて、でゴールドセイントが守ってるみたいな話だから、要するにまあまあ、あの大臣みたいなものだから総務大臣とかね、こう各国務大臣14人ですけども、あんまり多すぎてややこしいから10人に会うゴールドセイントの数昔もこの話で、ね、今いろんな音声その当時の声聞こえてきてるんですけども、あいたと か, なんかどちらとも受け止めるか、扉ありましたっけ、12期ジェミニの座のところぐらいじゃなかったでしたっけ、扉があったの。まあ技でなんか冥界送りにしてたキャンサーのデスマスク、そこまで行くと話ややこしくなるから、順番があるから、ちょっとまだアルデバランのところで踏ん張ってますけども、最初に政府が嘘ついてること、なんかビッグバンみたいな形でね、アルデバランのセイントの技、ビッグバンに匹敵するっていうゴールドセイントの威力は、核兵器爆発して宇宙なんか誕生してないか、大学の教授が言い始めたビッグバン、宇宙は爆発で始まった投げやりになってる東大の大学生が暴動を起こしたんです。そんな大学普通一番行かないようにするとしようとするでしょ。普通の人だったらそんな怖い大学も絶対行かへんよっていうようなことになるでしょ普通。だけど このね、もう今や昔は黒一色じゃなかったんですよ。黒毛の風に変わってしまったってこれ見てたら東京の方が頭賢いって見えるでしょ。違うから、ある意味嘘の総本山の結構な部分は結構東大で作られていて、嘘の総本山はテレビ局発信、これがなかったらそんなに嘘広がらないですから。以上です。皆さんチャンネル登録と着信通知を設定よろしくお願いします。セントセイヤの話は別で、もっとします。次ムーがムーっていう次のセイントクロスを修復するサイコキネシスとかを使うゴールドステイン、政府の方も手出してあかんからって最初のそのアルデバランが腕組みしてるでしょ。その闘牛の話、スペインのその動物愛護法があるっていう話、牛にも考える力ぐらいある真顔でちゃんと言わなあかん、小学生の時僕させられたのか何なのか、まだその頃セイントセイヤの連載が始まったか始まってないか
雷鳴の幸が始まる前の話。まあ、雷鳴の幸でもね、まあ、同じ作者の人がその当時書いてたんですけども、ちゃんと本当のこと言ってます。その当時は暴走族が多かったから、車をね、主人公が足で止めたったらええで、ちゃんと運転手言ったらええって、お前たちは自分の力、この車の力を自分の力と勘違いしてるって。それプラス、あとは足りてなかったのエネルギーの残存量問題の話。ちゃんと車売却するやつは売却する。真面目な人間はね、自分から。それができなかったら結局お前ら根性なしだっていうことになるんですよ。大した根性ないって、決断力も判断力も、あとは腹座ってるかどうかで。だからあとは天の轟き、怒り。だからまあその辺のところ、戦争までフェイクニュースだと僕も手に負えないし、自分の誕生日が8月9日原爆投下の日で、それ理由で黒人初の大統領、オバマさんの路線進んできたのに、これ大統領やらされた方だったらどうしよう。オバマさんもこんなにアメリカ製嘘だらけだったらもうお手上げで、その辺のところ、もうどういう風な追及とかされたのかわからないですけども、もう記者会見終わった後ね、横の扉こうやって思いっきりバーンって蹴り飛ばして出て行ってるとこ、僕の家にはいろんな映像が回ってきてるんですよ。有馬警察署の人、この間ね、有馬警察署の竹中さんに電話した時に、以前も10年ぐらい前にも言ったんですけども、さすがに10年も経過したら忘れるからやっぱり忘れたんですけども、驚かれて、いやいや竹野さん、もう以前いた有馬警察署の、そのね、2005年ぐらい紅葉病院連れて行かれた時の、そのちょっと僕のことをかばってくれてた警察官の人たちだと思うんですけども、3人か4人がかりで昔の戦争とかの映像を見てみながら昔の戦争についてどう思うかっていう話でね、で白黒の頃から映像加工はあるっていうことをはっきりと言ってるんです。そう、言論の自由ぐらいわしらも知っとうって両国の気合いの入った警察官の人が、前ね、僕は田尾寺駅の郵便局の近くを歩いてるときに、緊急発進していくときに、拡声器で大声で言ったのが、天皇陛下のバカ野郎って言いながら緊急発進。それ何理由かって言ったね。あんまり礼儀礼儀って礼儀ばっかりを優先させていたら、みんな動き遅くなるんですよ。本当に。敬語とかいち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 気にしてたらね。あんな乱暴な運転だ。急に悪いんだ。みんな緊急発進、あんなスピード、アクセル怖くてよう踏まれんって、俺らだって交通事故なんか起こしてないから始まるんです。いろんな話、エネルギーの採掘とかでね、大きな地震とかで、エネルギーの採掘で昔から地震発生してるとか、それを政府がずっと隠してる任命権を結局国会議員の人たちに任せてしまった話任せた責任がありますよって、平気で天皇陛下に言う人で、本当はテレビの画面を通して言ってた人の内容が頭の中、僕の頭の中中継してなる人さ伝わってるって、ある意味すごい中継プレイって、ディフェンス力は高いのか高くないのか、まあね、それはエネルギーの残存量問題にしっかりと取り組めたかどうかっていう話なんですけども、今日のプロ野球の試合、日本対台湾の試合、もう僕、日本側でもうお菓子食べながら見ますよ。勝つ気全然ないですから。そこで勝ったらもう僕は人としてせっかく国連を組織した意味がなくなるって思ってますから。サムライジャパン25連勝、そう、 ものすごい僕も頑張らなきゃならないですよ。本当に頭の中の供給とか、本当にいろんなこと、ものすごい、もう他の人が聞いたら本当に泣きますから、淡井さんあんなこと言われたんですかって、 ずっと電波でもうものすごくひどい内容とかを言われていて、それに耐えながら頭の中の供給とかで、それを前半の5回表まで続けて、で、後半は相手も同じ状況になった時に絶対相手は耐えれなくなりますから、
もう大体そういうような仕組みです。あんなの耐えれる人間まずいない。それ耐えたら耐えたで、どちらかというともう自分からそんなもん見んようにするってせめて漫画の本読んだり、音楽聴いたりとか、何かその時間帯気に紛らして紛らわせて済ませておくって、それが普通やわ。もう分かった、もう俺らもその君の話聞いたら、もう俺らももうこの辺痛なるからって、心があって、まあそういうね、あの心ある警察官の方たちが昔いらっしゃったんですけどね、まあ、もう嘘で踊らされすぎです。こうトランプ大統領とか真顔でね笑わないで、こうしないでしょ、踊らされてるっていうこと、アメリカ大統領もっていう、そういうアピール。音楽業界に関しては完全にあんな振り付けさせられたらね、あれ絶対あの後々まずいことになります。そんな振り付けを覚えてる暇あったらね、曲が10曲20曲30曲って重なってきた時に全部の振り付けいちいち練習してる暇あったら、肝心の曲と歌詞作る時間なくなるやろ。一応日本の今のところのその歴代売れたバンドグレイの皆さん、今の歌詞を手本にして、とりあえずね、僕が上げてるホームページは YKSK の履歴からこうアクセスできる60番台のところ、グレイの皆さんの曲とかね、あの日本の男性バンドの歴代100とか女性の歴代100とか、そういうところを、まあ、音楽曲とかに名称変えてるかもしれませんけども、どっからどこまでがバンドで、どっからどこまでが、何なのかよくわからへんって。クラリスってバンドとして扱ったらいいのって。結束みたいな意味もあるんですけども、バンドに関して。で、まあ、グレイの皆さんの会心の一撃に関しては、YouTube の方で、僕の方でコメント欄の方で、どの言葉がフランス語で、どの言葉がドイツ語で、どの言葉が英語で、ちゃんと意味とかもつけて、いずれつけておきます。もう書き上がってるんですよ、ワードの方で。あと貼り付けるだけなんですけども、コピーして。以上です。皆さん長い間ご視聴ありがとうございました。まあ、何かあったら見てください。以上です。